どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレでどんどん音楽楽しめるようになるよということで日々簡単レッスン公開しております。本日もやっていきますよ。今日はですね G-LOVE のブラックビューティーモデルのウクレレとシンプル簡単バージョンでは初めてウクレレ使ってレッスンスタートしていくと思います。この初めてウクレレこちら Amazon でですね即ゲットできますからねぜひチェックしてみてください。ちょっとお知らせです。この度この2つの本2冊本がリリースされますよ。といってもこれねもうすでにリリースされているやつのハンディ版ということで、この青い方は、簡単ウクレレソングブック1、2が収録されて200曲入りです。で、このピンクの方は、簡単ウクレレソングブック3、4の2冊が収録されて200曲入りということで、すごいボリュームなんですけど、英語サイズということでかなりちっちゃいです。英語サイズってどういうサイズかというと、A4 の半分なんでかなりこのぐらいですね。結構ちっちゃいです。皆さん調べてみてください。はい、これが予約スタートになりました。12月22日、販売開始ということで、詳細概要欄に貼っとくんで、チェックしてみてください。めちゃくちゃボリュームたっぷりで、持ち運びできるいい楽譜になってますよ、ということでございます。さあ、それでは今日のレッスン課題曲、発表していきましょう。こちらです、ドン！バウンディの裸の勇者！これは熱い曲です。この曲はね、アニメソング、王様ランキングというアニメのオープニングということなんですけど、まあもうエネルギッシュで、エモーショナルでですね、もう胸をぐっと掴まれる、そんなタイプの曲。それを、このちっちゃいウクレレで再現していきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンゆっくりめでやります。後半はかっこいいバージョンです。かっこいいバージョンはですね、なかなかすごいリズムですよ。いろんなリズムの要素がこう織り混ざってですね、あのね、抑揚とこうスケール感出していきましょう。最大限に、ちっちゃいクレーで最大限に出しております。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。今のところで少しお勉強するだけでこれからの人生自分で音楽もりもり生み出して楽しいことを山盛りですよ。始めていきましょう。さあ、レッスンの方です。バウンディの裸の勇者。まずは、初心者さん向けシンプル簡単バージョン。こちらゆっくりめでやるんでね。だけど歌はごまかせませんよ。はい。聞き込んで引き込んで、トライしてみましょう。シンプル簡単バージョンの方からやってみる。1、2、3。誰かが変な目見たを飲み込んで、飲み込んでいる力が錆だらけでつけなかったこの誰かが残してた生蓋が闇を裂いてしまう前に愛してしまった全部お前はなんだと
イエーイ。せーの、バウンディ裸の勇者ガゼレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。今気づきましたか？シンプル簡単バージョンはなんと入門コードたった5個なんです。たった5個だけど、聞いてもらったら分かったように歌が難しいです。まあ、バウンディさんはもう大体あのそういう感じでございます。タイミングはですね、なかなかもう絶妙ということなんですけど、まあこの激アツ曲ぜひ皆さんあの奏でてください。で、今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンにさせていただいております。ざっくり説明すると、2番と思われるパートをちょっとショートカットさせてもらって、要は1番やって1番のサビをやったら、もう最後の方のブリッジパートのおとなしくなる、この歌詞で言うと、誰もが求めた剣もサビだらけで使えなかったというところに行っております。で、この2番がですね、もうかなりボリューム満点なんですけど、今回はまずね、最初のファーストステップということで、このガズレレ独自の簡単アレンジに、まあ、させていただいたんで、まあ、これでもですね、もうかなりねハイレベルなことになってますね。ちょっとここから始めてみてください。ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますんで、それに合わせてゆっくり練習していただいて、まず1個目のゴール設定としてはガズさんの簡単バージョンの演奏に合わせて一緒にできたらすごいと思います。この曲一緒にできたらすごいですよ。これ歌のタイミングとか絶妙なところに来ますからね。はい、で一緒にできるようになったよという方、練習してできるようになった方、おめでとうございます。そしたら次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガゼレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいんですけど、最初から歌詞とコードを全部丸暗記するのはちょっとやっぱ難しいんで、まずはね楽譜を見ながら何回も何回も練習するのがいいと思います。何回もやってるうちに覚えますんで、そしたら夕日に向かって歌う、月夜に向かって歌うとかね、もう太陽に向かってもう熱量たっぷり歌うみたいな、そういうのがいずれできるようになるといいなと思うんですけど、どっちにしろ楽譜練習がいいかなと思うんですけど、でも楽譜ってどこにあるのという声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今の演奏はですね、はい、このガズさん手書きで書いたノートを自分で今あのガズが見て演奏していったんですね。こんな感じの楽譜になってますけど、はい、なかなかいろいろちょっとすごいことになってますけどね。これもうちょっとしたらこんな風に画面に映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいさということでシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービス、このガズクラブが始まっております。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の裸の勇者を含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数の手書きのねノート楽譜が毎月5曲、あの曲がいいな、この曲やってみたいみたいな感じでお選びいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてガズの手書きの楽譜がダウンロードしてすぐに、活用できますよという画期的なサービスなんですよ。はい、でこのねガズクラブは楽譜のダウンロード毎月5曲以外にもいろんなことがあるんです。毎月2回行われている全世界のガズクラブメンバーの方だけが参加できる大セッション大会ガズオンっていうのを行っていたりですね、あとは、ガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあって、そこで楽譜の管理とかいろんなことをやり取りできるというようなことがあったりとか、もうすごい。あと皆さんの演奏発表できる場所が、メンバー限定の Facebook ページとかがあってですね、かなりガズクラブ盛り上がってるので、ぜひチェックよろしくお願いします。あとこのガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学という YouTube メンバーシッププログラムをやっています。メンバーシッププログラムが毎月590円で、毎週2回のライブ配信による超濃厚、これ大学ですからね、かなり高難度なことをやるというか面白いですよ。なんですけど、この大学に入るにはやっぱりガズレレプログラム、初心者プログラムで練習しておいただいてもらって、16ビートとかぐらいまでは練習した方が、より楽しめると思うんで、初心者、始めたばっかりの人はガズレレ大学ちょっと早いと思うんですけど、はい、この辺もね概要欄に貼っとくんでね、ぜひ見てください。あともう一個、朝7時半からスタンド FM というところでガズのラジオ配信ガズラジやってます。最近はガズラジの YouTube チャンネルも立ち上がりまして、まあ内容同じなんですけど、毎朝7時半から365日めちゃくちゃ役立ついい話してますんで、ぜひチェックよろしくお願いします。今言ったこと3点概要欄に貼ってきますんで、見てみてください。それでは楽譜を見ていきましょう。裸のユージャーバウンディ、はい、ガゼレレ流簡単ショートカットアレンジバージョンでございます。王様ランキング主題歌見ていきましょうと。はい、ここのね、不思議な感じの入りですよね。これ見てもらうと分かるんですけど、ちょっとここいろいろ書いてある。これ下の段にね、このコード書いてあるでしょ。上の段はシンプル簡単バージョンなんですよ。下の段はかっこいいバージョンで使うコードです。ここちょっとね、面白いコードだな、響き面白いなと思って拾ってみました。後で解説してきますけどね。で、こんな感じで上に書いてあるのが今やったシンプル簡単バージョン。下に
に書いてあるコードが、かっこいいバージョンのコードになっていますということなんですね。で、今回 G7 の下にこれ G って書いてあるで、ここをちょっと全部 G にしましたよということです。そんな感じでこうやって写しとくので、お時間ある方はこうやって一時停止でね、ここを書き出して、やってみてください。で、今紹介させてもらったガズクラブで、この楽譜を、ダウンロードしてもらうとめちゃくちゃ有効なんですけど、例えばですけれどもですね、この歌詞のところにこの点とか、この V とかついてるじゃないですか。これが、リズムのガイドになるんですね。ちょっとこの辺で見てみましょうか。力が伴う悪意。で、ここで、リズムが切り替わるよということで、これの点とか V でリズムが分かるようになっています。あと歌詞カードには出てこない、この伸ばすところ、これがかなりね、ガズのノートは参考になると思うんですね。はい。そんなことも含めて、これかなりね、ガズクラブに入っていただいて、このガズの手書き、楽譜をダウンロードしてもらうのもかなりね、有効だと思うんでね、ぜひご活用いただきたいんですけど、お時間ある方はこんな感じで写しとくので、ちょっと書き出してやってみてください。はい。まずはこの2ブロックというか、写しておきましょう。おい。はい。ここに書いてあるのは、これ弾き方なんですよ。リズム。かっこいいバージョンだ。ここリズムの弾き方が変わっていきますからね。はい。ちょっとこのメモ書きみたいな感じです。はい。ですか。で、ここですね。あ、この、ここまで。あ、ここの3つぐらいいけたのかな。あ、まあ、ちょっといいか。写しておきましょう。してます。はい。はい。いいかな。はい、そしてこっからサビになります。サビ以降からですね、ワンブロックがこの大きさになってます。これ、ちょっとね、いけるかなと思って書いてみたら、まあ、ちょっとね、やっぱちっちゃいなって感じなんですけど、見づらいんですけど、でも、ね、これ分かっていただけるというふうに思うな。ほんでもってここがサビです。激アツ、このサビが。いやー、愛してしまった全部全部。これね、結構頭に残りますね。すごいいいメロディーと雰囲気。で、ここサビなんですけど、ちょっと見てもらうと、ここ見て。ここ最後、1、2って書いてある。1回目の時は上の段です。で、ここで、本来だとここから2番が始まっていくんですけど、ここショートカットで、まあ、3番というかブリッジパートに行くんで、ここがですね、誰もがっていう風にここに入っていきます。で、ここは伸ばして弾いて歌うよということです。ちょっとここね、細かいんで書いておいてもらって、ほんで、ここまで来て、ここまで来たら、ここ見てみてください。またサビに戻るんですね。ああ、してしまった。ここにまた戻ってきて、この2回目に来た時は、ここご注目。これね、力がって書いてあって、この後、星 A マークって書いてある。星 A って書いてあるんですね。ここ2回目、サビ2回目のサビが終わったら、なんとですね、この星パート、ここに飛ぶんですよ。これが不思議な感じ。力が伴うというところですね。ここね、かっこいいバージョンで、ここね、結構やばいリズムが登場するんですね。で、ここの2行をやったら、今度書いてあるけど、2回目の後はラストです。この2行を繰り返して2回目やったら、今度ここの最後のここに来るということですね。はい。力はいらない身に任せて、影は迫る、お前は何だと。ここがもうアカペラになるわけです。こういう感じになっております。これがガズレレアレンジです。いやー、素晴らしい。じゃあコード見ていきましょう。赤く囲ってるのはかっこいいバージョンで出てくるコードだから、ちょっと隠しとくと、ほら、5つでしょ？言っていきます。C、A マイナー、F、G7、E7 の入門コード5つです。今映ってるこの5つはガズレレでは超安心入門コードのグループ、これです。ガズレレ必須コードのグループのメンバーで5個ですから、もう超簡単。ところでこのガズレレ必須コードつのは一体何だと。これ一体何かというと、このちっちゃいクレレで音楽始めたい人に覚えてもらいたい。最初の10個のね、入門コードのグループ。10個もあんのと思うかもしれないんだけど、1個ずつ見たら入門コードだから超簡単。だけど、いっぺんにドンと覚えようと思ったら頭ごちゃごちゃになるんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、すごいいい動画撮ってます。概要欄に貼ってくるの貼っとくんでね、10個の入門コード、ガズレリスコード覚えちゃってください。はい、それではここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、歌聞き込んでくださいね。これね、なんとも言えないんですよね。で、ちなみにこの曲、ガズのアレンジもこれ原曲キーなんですね。なんで、バウンディさんと全く同じキーなんで、それこそ音源に合わせて一緒にプレイできると思うんですけど、やっぱりね、この裏声の使い方とか言葉のねタイミングですね。力が伴う悪意振りほどいて、耳、このねメロディーラインとこの言葉の、ね、タイミング、やっぱりこれはねちょっと一筋縄ではいきませんよ。で、毎回微妙に違うんですよね、メロディーが。そのちょっと違うところを掴み取るの結構、あと聞き込みが必要だと思うんで、しっかり聞いてやっていきましょう。じゃあコード、かっこいいバージョンで出てくるコードは3つプラスされます。まずは G ですね。さっき G7 だったところ全部 G にします。こことこことここ、押さえ方はこうでもいいし、こうでもいいです。わかります？はい。ガズはこっちタイプですね。この一本ずつ押さえるタイプ。これでもいいです。人差し指で、
1弦の2フレット、1弦、2弦、3弦の2フレット全部いっぺんに押さえて、はい、2弦の3フレットを薬指、じゃあ中指で立てて押さえる。これでもいいですけどね。どっちでもいいです。G を使っています。はい、あとね、イントロの誰かが変な涙をのところをね、よく聞くとね、ちょっと不思議な響きなんで、これも再現しました。まずね、D7 サスポー。これ正式名称かわかんないですけど、一応押さえる場所。Am のところを押さえておいて、2弦の3フレットです。こうです。この響きがね、いいなと思った。誰かが変な涙を。で、その後 C のところで C アドナインスを使います。C アドナインスっていうのは C を押さえたまま、3弦の2フレットです。こういう形になりますね。そうすると、はい。この響き、結構最初ね、かっこいいんですよ。やってみると、誰かが変な涙を。ちょっと不思議な響きじゃないですか。これでイントロのこの1ブロックっていうか、4ブロック分か。はい。1行分、やろうと思います。この不思議な響きちょっと味わってください。ということで、このコードを追加して、かっこいいバージョンやっていきましょう。それでは、リズム。今日のリズムはなかなか来てますよ。はい。まずこれ、カッティングと8ビートのチャ。で、今日ね、ちょっとすごいスペシャルなリズムが出てきてね、なんというか、まあ、ひとまずここでは3連のね、ビートというふうに言っておきましょうか。3連のビートということにしておきましょう。これ、3連のビートはね、この後しっかり説明しますということなんですけど。ということで、今日はね、カッティングと8ビートのチャの弾き方、濃厚弾き、レッスン弾き方レッスンは、概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろというところの URL を言ってもらうと、そこに濃厚解説レッスン動画があるんで、そこでマスターしてもらいたいんですけど、今日はね、なかなか奥が深いです。どんどん順番通り行きましょう。最初から、いきなりカッティング8ビートのフレーズなんですね。チャは入らない方がかっこいいです。ちょっとデモ演奏しています。さっき登場した、この D サスポーと C アドナイスでやっていきますよ。ワン、ツー、スリー。誰かが変な涙を飲み込んで、 G です。飲み込んでいる力。こんな感じです。タッツタッツタッタッツタッツ。左手で、今じゃあ D サスポーを押さえます。これ表を見てください。丸パッパン丸パッパン丸ですね。はい、これ丸は弾くんですよ。バツはカッティングです。カッティングっていうとこ浮かせてね、この音を出したわけ。カチッっていうのはダカカダカカダカです。チャは入れないです。ちょっとこれ結構スピードモードの、まあ、ノリよくやりたいんで、次 G E7、これ結構難しいんじゃないかな。しかもこれ歌が入りますからね。この歌のタイミングもね、かなり絶妙なんです。ちょっとやってみましょう。ゆっくりね。ワン、ツー、スリー、フォー。誰かが変な涙を飲み込んで、飲み込んでいる力が。こんな感じ。タツツタツツタツタツツタツツタツ。で、これ、あんまり力入れすぎない方がいいかなって。ちょっと優しめの方がいいんじゃないかな。で、バウンディさんの原曲を聞くと、この16ビートのストロークの音もちょっと聞こえるんですけど、まぁ、今回はね、8ビートっぽく、タツツタツツタ、基本的にはこのタツツタツツタタタツツタツタタ、入れられたら、タタとかでやってもかっこいいと思いますけど、ひとまずはこういう感じでアレンジしました。で、この後なんですけど、ここのね、力が伴う悪意振りほどいてるところがね、今日一番やばいリズムなんですよ。これがさっき言った3連のビートっていうふうに今、ちょっと言っとくんですけど、どういうリズムか。ちょっとやってみましょうか。せーの、3、はい、うん。力が伴う悪意振りほどいて、耳は聞く。これすごくないですか？ちょっと歌わずにやってます。ワン、ツー、スリー。F, F, G, G, チャカ。こんな感じ。ダンツ、ダンツ、ダンツ、トンツ、トン、チャカ。こんな風なんですよ。要は2ブロックで一つのセットになってるんですね。F, F, F, G, G, チャカ。こんな感じです。F, F, F, G, G, チャカ。これ、結構すごくない？要はなんで3連かというと、タトト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 、タト、チャカなんですね。F だ、F だ、F だ、G だ、G, チャカ。こんな感じです。ちょっと練習してみましょう。F と G で。ワン、ツー、スリー、フォー。F だ、F だ、F だ、G だ、G、チャック。F だ、F だ、F だ、G だ、G、チャック。タトト、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 タトト。コードが変わるときだから G のときアップになってるんですよね。よく見てて。ダトト、タトト、ここ。ダトト、タト、チャック。
わかった。で、その次は A マイナー。タトト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 タケチャカ。今度は A マイナーの2ブロックだから、タトト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 タケチャカ。こんなリズムなんですね。これを3連の、ビートというふうに、まあ、今回はちょっと言おうと思うんですけど、これ、ただでさえ弾くのもこんな感じで歌うんですからね。これなかなか来てます。じゃあちょっとめっちゃゆっくり歌ってやってみましょう。力が伴う悪意にほどいて耳は聞こえちゃいない、だが勇者は今力、これ来てるでしょ。これ結構来てます。これ結構来てるんですよ。で、これはちょっとハイパー難しすぎるという方は、ちょっと逃げ道として、8ビートのチャが半分というリズムで、まずは、そのステップがいいと思います。そうするとどうなるかと。力が伴う悪意を解いて、みんな、チャ、どん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 、チャ、どん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 、チャ。これでもいいですよ。まずファーストステップは。だけど、元気よく聞くと、ここ、ドン、ツ、ダン、ツ、ダン、ツ、バスケ、ドン。ドンって言ったらこんなリズムなんですね。タム回しでドラムがちょっと言ってたんで、この3連のちょっとビートというのをやってるし、もうちょっとさ、もう最後に一回やってみましょうか。で、あ、じゃあ、誰、一番最初からここになだれ込んでみましょうか。ワン、ツー、スリー。誰かが変な涙を飲み込んで、いいですね。飲み込んでいるち、この辺が、たら、とも、こんな感じで、ここのね、最初のこの2つブロック、やばいです。やばいです。で、今聞いてもらって分かるんだけど、最初のとこから力が伴うに行くところに、誰かが変な涙を飲み込んで、飲み込んでいる力が、だんだんこう盛り上がっていくのもちょっといいかなと思いましたね。で、その後、その終わった後はもう8ビートのチャで突き抜けます。やってみましょうか。力はいらら地味に任せて小さなこの手、ここスパパパパパパパで止まりましょう。スタタタタタタタ愛してしまう、はい、この G7 E7 でスタタタタタタタ愛してしまった、はい、ここかっこいいんです。このサビのメロディーはね、かなり胸キュンですね。ここはもうサビはもう思いっきり全開で駆け抜けていきましょう。コードは G になってますよということですね。で、今のスタタタタタタタみたいなやつっていうのはよくガズレレでは出てくるんですね。最初にチャを弾いといて、タタタタタタタみたいな感じで、次に行く前のおかずというふうに言われている、ドラムのね、おかずというふうに言われているのを再現しています。あとは、シンプルに8ビートのチャなんですよ。なんで、やっぱり今日一番難しいのは3連のビートだね。タコとタコとタコとトトトトコチャカタラタタラタタラとトロトトコチャカ。ここのところ。で、しかもこれ、また繰り返して最後にこれが出てくるんですよ。これ2回で終わり、また最後に出てくるツードがまたキーポイントでございましてですね。その辺がちょっとね、なんていうか、慣れですね。あと、弾くのも難しいのに一緒に歌うっていうのがまたあれだと思うんですけどね。これもね、内容、なんか歌がね、すごく動かして詰まったりとかしてて、ね、早くなっちゃいがちなんですよね。でも、ある程度早くなっちゃうのはかっこいいと思うんですけどね。まあ、そこら辺ちょっと注意しながらということでございます。はい。そしてまあ、この歌詞の内容とか、このメロディーラインのこのエモくて熱い感じ、もうなんか、心にこうグッとくるなんかね、そういうエネルギーを感じつつも、アニメご覧になってる方はね、その世界観と、一緒にこう照らし合わせながら、やっぱりもう感情たっぷりで歌うのが大事になると思います。それではやっていきましょう。バウンディの裸の勇者ガズレレリューかっこいいバージョンやってみる。 1,2,1,2,3 誰かが変な涙を飲み込んで飲み込んでいる力が伴う
ビーだっただけで使えなかった。このだって手が残してたら枕が闇を裂いてしまう前に愛してしまった全部全部振りかかった呪いも全部もう愛してしまった思いも全部守れるほどの光を力が伴う悪意を解いて耳は聞こえちゃいない。だが勇者は今力はいらない。影は迫る。お前は何だと。イエーイ。せーの。バンディ裸の勇者ガズレレ流かっこいいバージョンやってみた。おい。いやーこれはですね。このサビのメロディーは愛してしまった全部全部なんか切ないというかね、もう心にこうグッとくる。ナイスナイス、いや熱いです。ぜひ皆さんこれ取り組んでみてください。簡単じゃないですけどね、まあ、そこが面白いところでございます。秋の夜長よろしくお願いします。さっきも言ったけどこの2つの本が12月22日にリリースされますよ。なんでもう持ってる方かぶっちゃう方もいると思うんですけれども、まあちっちゃくなってるのでこれかなりハンディ版でいいと思う。であとね、皆さんにぜひお伝えしたいのはこの200曲も入ってるから本が厚いじゃないですか。だけどこう楽譜って開いておきたいでしょ。ちゃんと開きやすいようなもう特殊製法になってるんですよ。だからペッてやったらこうピッとこうちゃんと止まってますからね。そういうことも考えられてる、いい本になってます。よろしくお願いします。あとガズレレのアプリガズレシピに新しい40曲のブロックが追加になっております。このね、新しいブロックめちゃくちゃいい曲が満載なんですけど、ちょっとアプリのことについてもちょっとこの後解説していきます。ガズレレではね、アプリを出してるんですよ。ガズレシピというアプリです。このアプリなんですけど、アプリのインストールは無料になってます。中で楽譜がもう何百曲もある清書されてる楽譜でですね、こっちはかっこいいバージョンの表記もあるんでこれかなり役立ちますからね。でこのアプリ内はいろいろスクロールができたり自分がダウンロードした楽譜の管理ができたりとかすごくいいものになってるんですけど、このね楽譜がですね書籍版になってます。はい、こちらです。はい、このガズレシピ書籍版も大好評です。Amazon とかあと島村楽器さんでもこれゲットできますんでね、チェックの方よろしくお願いします。そしてですねガズレレではねウクレレ以外にも簡単音楽レッスンやってます。ガズピアノ、これ鍵盤楽器ですからね。これねほんとガズレレ楽しんでる方だったらあっという間に鍵盤楽器でも弾き語りができますよというね、ガズが開発したプログラム、ガズこれ本も出てますから、ガズピアノのハニーさんと一緒の表紙なんですけど、ハニーさんも先生役で、はい、ガズピアノという YouTube チャンネルでレッスン動画公開中。あと毎週日曜日はねこのガズレレ YouTube でもギター教室ガズギターもやってますんでね、ギターやってみたい人もモリモリやってみてください。はい、そしてガズレレではいろんなグッズありますよ。まあ G ラボのウクレレとかもそういうのももちろんあるんですけど、それとは別にキャップだとか今これ着ている T シャツとかこのストラップだとかここに写ってる水引きだとかこういうのがでも小物もいっぱいあります。このバナーガズレレ公式ホームページのこのバナーのところに行くといろいろ見られるようになってますので、ぜひ皆さん見るだけ見てください。楽しいグッズいろいろポップに行きましょう、ポップに。はい、そんな感じでねガズレレではもうあっちからこっちからもういろんなことやって、もう音楽聴くからやるに変えて人生をもう豊かに楽しくしていこうということで活動しています。皆さんどんどん音楽して音楽仲間もねどんどん増やしていくとですね笑顔がその分増えるんでですね最高だと思います。はい、そんな感じで今回のガズレレレッスン終わります。またお会いしましょう。楽しく音楽していこう。バイバイ。